はい、伊佐より嬢さんの昭和サイズが20センチです。お願いします。はい、何匹かに1回1匹はこういうハイセンスな鯉を入れております。これもまだ炭がですねちょっと出過ぎているんですけども、よく見ますとこの丸点中に丸点が隠れてますね。炭が締まって濃くなるとこの丸点が浮き上がることがありますのでね、この辺もですね想像していただいて一回、チェックしておいてください。途中経過などでもですね、餌を食べに浮いてきた時にですねこの鯉が映った時にこの炭が丸点が大きくなっているのか、もしくはもう炭がしっかり出過ぎて黒くなってしまっているのかとか、その辺もですねご覧いただければなと思っております。秋の飼育コンテストの時点もですねこの鯉を覚えておいてもらえれば、あの時の頭が黒かって下に丸点が隠れてた鯉だと思っていただければですね、実際に丸点が浮いたそれとも黒くなったかっていうこともですね、楽しんでいただけると思っております。はい、横です。はい、中です。炭も結構動きますのでね、その辺も楽しんでください。はい、いかがでしょうか。伊佐より嬢さんの昭和、こちらサイズが20センチです。ぜひよろしくお願いいたします。